とね、はい、一番上なんじゃないかと、シリバスより上なんじゃないかということをおっしゃってましたが。そうですね、スタイルから何から何まで、はい、シリバスよりも上だと思います。なるほど、はい、そのドブレ選手の1本目であります。これから間もなく2本目を飛んでくれると思うんですが、今度はちょっとひねりを入れてほしいような気もしますがね。はい、4の61になっておりますので、はい、伸身の1回ひねりをいたします。そういうことですね、はいはい、女子の最初の種目の跳馬であります。大会は第1日目個人総合選手権です。自由演技のみの演技でございまして、それで女子の方は4種目、男子の方は6種目の合計で個人総合優勝者が決まるわけであります。今回はシリバシュ、それからドブレ、ルーマニア勢、そしてソビエトからはボギンスカヤ、そうそうたるメンバーが出場しておりますが、1本目の得点は 9.65 と出ました。1本目の得点は 9.65 であります。さあ2本目、右手が上がりました。今度は1回ひねります。ロンダードから後方屈伸または伸身宙返りの1回ひねり。さて屈伸になりますか、伸身になりますか。伸身でしょうね。伸身ですか、はい、はい、ロンダードから伸身の1回ひねりですが、いかがですか。はい、やはり膝をかばってるようですね。着地をきちんと決めませんですから、膝に、はい、重心がかかりすぎるとまた痛めるんじゃないかという。なるほどね、はい、最後もなんかちょっと腰が落ちかけましたものね、はい、それと足の割れがちょっと気になりますですね。なるほどね、はい、というドブレ選手ですが、来年の世界選手権、それからヨーロッパ選手権ではメダルを奪還したいということを言っておりました。ご覧いただこうと思いますが、その前にルーマニアのシリバシュであります。種目別でソウルオリンピック3種目でありますが、この跳馬はボギンスカヤが勝っています。最初はロンダードからの伸身の1回ひねり、いかがですか加藤さん。はい、素晴らしいですけれども、踏み切ってから着手までの間にちょっと足が開くんですね。そこのところが減点されるんじゃないでしょうかね。なるほど、その辺を一つスローモーションでご覧いただきたいと思います。ダニエラ・シリバシュ、はい、ここですね。この得点は1本目 9.80 でございました。そしてこれから2本目でありますが、これも461という表示が見られますね。はい、今日は同じ種目を飛んでもよろしいんです。はい、さあ2本目、先ほどの1本目と同じ演技で飛ぶことになります。ロンダードからの伸身宙返りの1回ひねりという技であります。シリバシ選手のこれから2本目、18歳になりました。ソウルオリンピックは個人総合の2位、種目別は3種目優勝ですが、この跳馬だけはボギンスカヤの第3位です。そのボギンスカヤも今回来日をしております。従いまして種目別のゴールドメダリストは全部揃ったことになります。1本目が 9.80、 さあ2本目はどうでしょうか。助走に入りました。あっと、これも綺麗に決まりました。はい、素晴らしいですね、はい、前半の足の開きさえなければ10点が出るんじゃないでしょうかね。あ、そうですか、はい、10点の期待もかかりました。このシリバシ選手の2本目スローモーションでご紹介をしております。1本目にかけますと足の開きはあまりありませんか。はい、そうですか。それで着地もちゃんと止まってますから、はい、というわけで1本目が 9.80、 そして2本目は 9.90 でございました。従いまして彼女の跳馬は 9.90 というのがシリバシ選手の得点でございました。今度ルーマニアのシリバシ選手の段違い平行棒であります。シリバシ選手はこれが2種目目ということになります。段違い平行棒、もちろん種目別金メダルの演技であります。ソウルオリンピックではシュシヌマと猛烈なミクロの争いを演じております。そして 0.025 の差で銀メダルということになりました。段違い平行棒です。足の線が綺麗です。男子鉄棒のシュタルダ、これは逆シュタルダ。ここから確か離れ技が入ってきましたね、はい、これデルチェフですね。はい、デルチェフですね、はい、デルチェフ宙返りです、はい、開脚背面飛び越しはいわゆる男子鉄棒のトカチェフです。これはコマネチ折りですね。はい、前方振り出しの2分の1ひねり、
ですね。はい、どうですか。はい、あの素晴らしい演技だと思います。つま先まで、はい、あのしっかり伸びてますしね、細かい減点が全然ありませんです。はいはいはい、スピード感もありますので、いい演技だと思います。そうですね、はい、一つスローモーションでご紹介することにいたします。ダニエラ・シリバチ選手、18歳であります。1m45cm、38キロです。静止タルダと逆止タルダ、ここから離れ技に入っていくわけですが、これがデルチェフ宙返りです。離れ技が2つ入りましたですね。はい、あの今は、高得点を打つためにはやはり2つ入らないといけないんですね。フィニッシュも決めております。いい点が出たようですね。 9.90 ですか。はい、素晴らしいですね。跳馬も 9.90、 そしてこの段違い平行棒も 9.90 であります。素晴らしいスタートを切っておりますが、なんとかこのドブレもこの段違い平行棒で巻き返しを図りたいものであります。ルーマニアのアウレリア・ドブレ選手の段違い平行棒が始まりました。男子鉄棒のシタロダ、ピシッと決まっています。これはフィンガー宙返り、これも決まりました。離れ技であります。足の線が本当に長く見えます。綺麗な線が出ています。最後は後方抱え込み2回宙返り降りであります。アウレリア・ドブレであります。今月の6日で16歳になりました、このドブレ選手であります。昨年の世界選手権のチャンピオン、この段違い平行棒は世界選手権では4位です。そしてソウルオリンピックでは7位に入賞しておりますが、加藤さん、全体の印象いかがですか。はい、ちょっと 重苦しい感じがするんですけれども、あのスピード感がちょっとなくなってますね。あ、そうですか。はい、あの以前はもっとあのスピードがありましたから、腰がちょっとヘラヘラって言いますかね、曲がったり、振り上げ倒立がきちんと振り上げまで上がってないっていうようなところが減点箇所になると思うんですが。なるほどね。はい、左膝はもう完治したということを言っておりましたが、やっぱりまだまだソウルオリンピックからの練習不足というのがここに来て戦っているのかもしれませんが、はい、そうですね。思うように得点が出ておりませんが、まもなく得点が出ますが、これはいい点が出そうですよ。そうですね、9.85 ですね。アウレリア・ドブレ選手の得点は 9.85 でした。女子の方は13カ国から18人の選手が参加をしているわけでありますけれども、ドブレ選手早くも4種目目 ABC の3班に分かれておりまして、この A 班は早くも最後の種目ということになります。アウレリア・ドブレ選手の床運動であります。1m51cm、42kg、16歳です。抱え込みの2回宙返り、平均台で着地で失敗しておりまして 9.40、 ちょっと個人総合優勝争いということになりますと遅れを取っております。やっぱり膝の痛みというのはまだ感知してないんでしょうかね。そのようですね。やはり演技を見ましても少しかばってるような感じがいたしますね。はい、左膝のサポーターがまだ痛々しい感じがいたします。ひねりもまだ彼女本来のキレっていうものあんまり感じませんものね。はい、高さと、スピード感がちょっと欠けてますね。はい、来年のヨーロッパ選手権、そして世界選手権にはなんとかカムバックしたいということを言っておりました。何しのソウルのオリンピックはわずかに2ヶ月の練習しかなかったんだそうであります。最後はやはり2回ひねりで終わってるというところが ね、やはりね、膝をかばってる証拠ですね。ちょっと宙返りまで行けなかったんですね。はい、やはり最低2回宙返りをやっていただきたいですけれども。そうですね、はい、今はほとんどムーンサルトが入ってくる時代ですからね。はい、そうですね。はい、ドブレ選手が跳馬は 9.65、 それから段違い 9.85 で一度は盛り返しましたが、平均台で落下いたしまして 9.40、
ちょっとシリバシュ、あるいはソビエトのボギンスカヤ、ソビエトのクチ、あるいはイワノワ、こういった選手に遅れを取っております。まもなくドブレ選手の得点が出るんじゃないかと思いますが、その前に一つシリバシュ選手のゆか運動、これはすでにもう演が終わっておりますのでご覧いただきたいと思います。ルーマニアのシリバシュであります。3種目とも 9.90 高得点をマークしておりまして、ここで高得点をマークいたしますと優勝の可能性も十分ありますが、ムーンサルト、やっぱりキレが違いますね。はい、高さもありますし、はい、スピードもありますから、こちらの方は18歳、1m45cm、38キロであります。日本は2回目、ある意味でシュシュノワ以上にソウルオリンピックで話題をさらいましたこのダニエラ・シリバシュです。やっぱりソビエトのあの優雅な動きとはまた加藤さん違いますね。はい、ちょっとシャープさがありまして、ルーマニア独特の演技ですね、はい、あのブレイクダンスを基本にしてると思うんですが、この辺りもね、はい、まあ、ルーマニアにはご承知のように白い妖精のコマネチという選手がいたわけですが、はい、コマネチ風と言いましょうかね。はい、そうですね、あの何年か前はシリバス選手もこういう動きはできなかったんですけれども、技だけの選手だったんですけども、はい、最近は非常にあの体全体をよく動かして綺麗な演技になってきてます。なるほど、はい、ドブレ選手よりはこの人の方が先輩なんですがね。はい、そうですね。抱え込みの2回宙返り、これが最後のシリーズであります。ダニエラ・シリバス選手18歳の演技でありました。実はシリバススマイルが出ましたですね。ソウルオリンピックですっかり有名になりましたが、9.95 をこのゆか運動でマークしております。今のゆか運動は 9.95、 従いまして跳馬 9.90、 段違い 9.90、 平均台 9.90、 ゆかが 9.95 で、今最後の抱え込みの2回宙返り、総得点は 39.65 でありますので、あとまだボギンスカヤ選手が一種目残しておりますので、優勝争いということになりますとちょっと微妙になりますがね。そうですね、はい、いい得点をマークして4種目を終了しました。県11番です。ゆか運動、岩沼選手であります。ソビエトの選手のゆか運動を一つご覧いただきたいと思います。スベトラナ・イワノワ、14歳です。さすがにソビエト勢は強く上位で健闘しております。スワンのダブルが入りました。はい、あの難しいんですよ、スワンのダブルからあの、はい、前方宙返りの連続ですからね、非常に難しい演技。彼女はあの中技も最後の技も、あのシリーズで持ってきてますから、よくご覧いただきたいと思います。そうですか。ジュニアのヨーロッパ選手権の個人優勝者であります。ゆか運動でも優勝を飾っております。まだ14歳、ソビエトは本当に層が厚い。キレがいいですね。はい、あのテンポ宙返りからのムーンサルトですからね、はい、なんかとても練習不足とは思えませんね。はい、あの動きの中も全て顔の表情から手先まで全部見ていただきたいんですよね、はい、これ本当に14歳でしょうかね。ちょっと一息ついた感じもありますが、はい、さあ最後のシリーズです。抱え込みの2回からすぐ前中、はい、あの連続技がいいですね。はい、後ろの宙返りからまた前の宙返りっていうのはね、加点、ボーナス加点がもらえますのでね。はい、はい、その岩沼選手の今スロービデオが出ております。はい、最後ですね、後方宙返りから前方宙返り、はい、ちょっと低いですけれども、はい、というわけでソビエトの岩沼選手の演技をご紹介いたしました。 9.90 をマークしております。 9.90 という高得点が出ております。その岩沼選手をご紹介いたします。4歳であります。 1m42cm、 32kg、昨年の中日カップに来ておりまして個人総合で第2位、この時はソビエトのギロワ選手が優勝を飾っております。ウクライナの出身です。3年前から国際舞台に登場しております。一番得意なのは段違い平行棒だということを言っておりました、この口選手です。さあ、ゆか運動が始まります。最後の種目であります。
なお現在のところシリバシ選手が全演技を終了しておりまして 39.65 です。シリバシとボギンスカヤの争いになっておりますが、ムーンサルト、今のムーンサルトいかがですか。はい、高さもありますし、はい、とってもいい演技だと思います。彼女の演技はですね、はい、小柄なんですけれども、表情が豊かで観客を全部動員して拍手が起こるぐらいのいい演技をするんですね。はい、ああ、これはちょっと大変ですがね、笑顔は絶やしません。ユリア・プチ選手、昨年もこの愛知県体育館で素晴らしい演技を見せております。最後までバネは衰えません。高さもありますし、はい、とてもいい演技だったと思います。結局 9.40、 やっぱり小さいミスがありましたですね。それと、中のシリーズで尻餅をついてしまってますから、はい、あそこで大過失の 0.5 が取られてますからね。なるほどね、はい。というソビエトの選手を2人ご紹介したんですが、もうあ、これはこの選手をご覧いただきますか。はい、ゼッケン8番、東ドイツの選手であります。ウィルケンロー選手であります。東ドイツのウィルケンロー選手をご覧いただきたいと思います。この後にボギンスカヤ選手が演技を行います。これは3回ですか。はい、3回してるんですね。世界の選手はですね、細かい演技がたくさん入ってるんですね、はい、小技って言いますけれども、うん、体操系の技、はい、たくさん盛り込んで、コマ数がすごく多くなってるんですね。その辺をよくご覧いただきたいと思います。なるほどね、はい、なんて言うんですかね、みんな表情が豊かなんですよね、はい、この辺日本は勉強していかなきゃいけないグループだと思います。まだ16歳です。1m46cm、 32kg、 アンチェ・ウィルケンロー、東ドイツの選手です。これからの選手ですね。本当ですか、はいはい。まあ、それにいたしましても、このウィルケンロー選手もなかなかお客様を魅了いたします。素晴らしい演技であります。まだ16歳です。あんまり日本では馴染みがないんですけれども、こういうちょっとしたミスはまだありますわね、はい。で最後は1回ひねりで終わってますので、やはりもっと2回3回ひねりとか、はい、2回宙返りムーンサルトで終われるように、していただければ。そうですね、高得点が得られると思いますけど、はい。さて、お待たせいたしました。Cハンの最後の演技者であります、ボギンスカヤ選手であります。今年のソウルオリンピックは個人総合第3位、跳馬でゴールドメダルに輝いております。この床運動で 9.95 を出しますとシリバス選手と並びます。従いまして10点満点出しませんと個人総合優勝ということにはならないわけであります。すでに A 班のシリバシ、ドブレは演技が終了しておりますが、後ほどまたご紹介をさせていただきたいと思います。スベトラナ・ボギンスカヤであります。15歳。さあ、 9.95 が出るか。ムーンサルトです。やっぱりさばき方がルーマニアの選手とは、加藤さん、ちょっと違いますね。はい、そうですね、メリハリがあってとってもいい演技だと思うんですけれども、はい、彼女独特の演技ですね。はい、1m57cm、 体操選手にしましては大柄です。
つま先から手先までの表現力見ていただきたいですね。はい、なんか大人の感じが出てますよね、はい、15歳とはとても思われませんですね。一人しますね、はい、彼女の場合前方からの2回ひねりで終わってるんですね、ここもやはり2回宙返りぐらいで終わってほしいと思うんですけれどもね、はい、でも観客を魅了するだけのもの持ってますしね、うん、そうですね、はい、さあそうなりますとですね、先ほどのシリバシュそれから、9.95 ゆか運動でマークしておりますのでここまで全く耐えてきていますが、はい、注目の得点です。9.90 ですね、はい、従いましてこの瞬間にルーマニアのシリバシ選手の優勝が決まっております、シリバシが優勝であります。そしてボギンスカヤは第2位ということになるわけの演技が終了したわけでありますが、これは手元の集計でありますけれども個人総合ルーマニアのシリバシの優勝です。ボギンスカヤが第2位、イワノワが第3位、プチ選手が4位、王選手、中国の選手ですが5位に入りました。森選手頑張りまして7位に入っております。これが女子の個人総合でございます。おめでとうございました。今の感想を聞かせてください。フリタッション、コモンブポセ、ポスモモ、ルモンデレール。ルモンデレール。Cum te simți în momentul acesta, Daniela? Mă simt foarte bucuroasă pentru că am câștigat acest concurs, care este foarte puternic, are foarte multe gimnaste bune și mulțumesc publicului că a fost călduros pentru toate gimnastele. Je suis très heureuse qui, parce que j'ai gagné cette compétition et je remercierai le public de Japonie pour applaudir notre exercice, les exercices de tous les gymnastes. 今回このチューンジカップに大変優勝できて大変嬉しく思っています。また今回この会場に見に来てくださった日本のファンの皆さんの応援によってこのような素晴らしい演技会ができ試合ができたと思います。でまた私とともに他の選手の皆さんの応援もしてくださって本当にありがとうございました。このままいきますと明日の種目別完全優勝も夢ではないんですがいかがですか。Il monde elle peut gagner pour demain tous les anglais. Pour ce que je dis, mâine toate aparatele. Mă lupt pentru aceste aparate să le câștig și îmi doresc foarte mult câștigarea celor patru aparate. Le lutte sportive est et je crois que avec des autres gymnastes j'ai gagné quelques appareils. もちろん明日は全種目を優勝を目指したいと思いますけれども、また他の選手にも優勝のチャンスがありますので、お互いに頑張りたいと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。優勝いたしましたシリバシ選手のインタビューを植木アナウンサーがお届けいたしました。さあそれではそのシリバシ選手の平均台をご覧いただきたいと思います。シリバシ選手は跳馬 9.90、 それから段違いも 9.90、 床も 9.95 を出しておりますが平均台です。これは加藤さん、ルーマニアの選手肩倒立っていうのか、はい、よくやりますね。これは審議で出てましてですね、はい、肩倒立からの1回半から2回ひねり、平均台はですね、はい、これまでこういう台に近い演技っていうのは少なかったんですけども、来年の採点規則集がちょっと変わりまして、台に近いこういう演技を入れるようにという、はい、あれが出てきてるんですね。です、はい、後転跳びから伸身の宙返りが2回入ります。幅が10センチの台上の平均台シリバシ選手です。もちろんソウルオリンピックは金メダルです。今回はこのシリバシ選手の強さが目立ちましたですね。はい、失敗が少ないですね。
微動だにしませんからね、はい、とにかくドブレ選手とともにルーマニア勢は一番早く日本にやってまいりまして練習も一番熱心でした。ルーマニアの、はい、どうぞ。あ、すいません、練習の過程でですね、1日に10回ぐらい練習するそうなんですよ、通しで。日本の選手は2本ぐらい通すともう疲れてしまってダメなんですけれども、その辺が違うんじゃないですかね。そうですね、はい、最後は抱え込みの2回宙返り、ちょっと膝が割れておりましたが、キリバス選手、この平均台も決めております。この得点は、9.90 という得点でございました。さて、もう一人このシリバス選手と激しく優勝を争いましたボギンスカヤ選手の段違い平行棒をご覧いただきたいと思います。ソビエトのボギンスカヤ選手であります。段違い平行棒、これも 9.90、 最後の床運動だけで差ができまして、シリバス選手が優勝を飾っております。そのボギンスカヤであります。大柄です。技のさばきがまたルーマニアとはちょっと違っています。足がきちんと揃ってて綺麗です ね、そうですね。これは難しいんですよ、車輪からの1回ひねりを2回も続けてますからね、はい、そしてトカチェフが入りましたね、はい、ここでボーナスポイントですよね、はい、抱え込みの2回宙返りの折りです。いかがですか、全体の印象として。ソビエトのこの選手、ボギンスカヤ選手は、ソウルオリンピックでもルーマニアとソビエトの争いは熾烈でありました。わずか 0.025 の差でシシノアに負けました。このシリバシ段違い平行棒はしかし種目別金メダルです。男子鉄棒のシュタルダ、正シュタルダと逆シュタルダです。ここから離れ技、デルチェフ宙返りです。早くも跳馬で10点満点が出ておりますが、この段違いはどうでしょうか。開脚背面飛び越しはトカチェフです。コマネチオリどうですか、これは佐藤さん。難しいですね、10点が出るんじゃないでしょうかね、はいはい、非常に難しい技の連続で、はい、先ほどのスタルダー倒立 の、 2分の1から前スタルダーの2分の1ですね、はいはい、それから離れ技の連続技っていうのは加点がつくんですね、なるほど、はい、もう体が全てつま先までコントロールされてまして減点する数がありませんからね。そうですか、はい、これは期待しましょう。すでに跳馬で10点満点を記録しておりますこのシリバシ選手でありますが、これはドブレ選手のために今一生懸命に滑りを止めているところであります。仲のいいドブレとシリバシであります。次の演技者はドブレ選手なんですが、その前に注目の得点です。さてどうでしょうか。ああ、10点というのが出てますね。どうやら4審とも10点のよう、いや違いました。違いますね。9.95 が2人いました。従いまして、あ、惜しいですね。9.97、はい、何を減点したんですかね。やはり一番最初の選手ですから、10点を出すというのがちょっと、控えたんじゃないでしょうかね。はい。もう一人の主役です。ソビエトのボギンスカヤです。今年のソウルオリンピックは個人総合で3位に入りました。ソビエトの団体優勝に大きく貢献をしておりますこのボギンスカヤ。これから段違い平行棒です。種目別では5位に入っておりますこのボギンスカヤです。昨日もルーマニアのシリバシ選手と激しく個人総合優勝争いを演じましたが、結局わずかの差でもう一人の主役です。ボギンスカヤです。15歳、シリバシとの争いが楽しみです。15歳とはとても思えません。大人の風格です。開脚背面飛び越しはトカチェフ。離れ技が一つ入りました。足の線が非常に綺麗です。シリバシとはまたちょっと違った味がありますね。そうですね、やはり大人っていう感じがしますね、それでつま先から膝がきちんと揃ってるんですね、はい、素晴らしい演技をしますね、
これもそうミスは何か見当たらないような感じがしますが、はい、ミスはございませんね、はい。先ほど跳馬でボギンスカヤ選手も10点満点を出しておりますが、そのボギンスカヤ選手のスローモーションをご覧いただいております。綺麗な背面飛び越しですね、はい。さてこれで果たしてどうなんでしょうか。シリバシが 9.975 という得点が出てるんですが、そうですね、同じような点数が出るんじゃないかと思うんですけれどもね、はい。先ほど4審は10点満点が2人出ておりましたけれども、はい、果たしてどういうことになるんでしょうか。ボギンスカヤとシリバシの争いは昨日の個人総合選手権の最後の床運動まで決着がつきませんで、結局わずかの差でシリバシが優勝を飾っております。跳馬で金メダルをソウルオリンピックで獲得しておりますこのボギンスカヤ、従いまして4種目とも今回はゴールドメダリストがこの大会に参加をしていることになります。ボギンスカヤとしても意地がありますんでね、ずっとシリバシの後陣配してますからね、まだ点が出ません。 9.9 ぐらいで収まってしまうんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、9.925 です。あ、9.925 であります。現在のところシリバシがトップであります。ボギンスカヤ及びません。ソビエトの口選手です。この人も14歳です。去年の中日カップに来ています。個人総合で2位でした。昨年も愛知県体育館のヒロインです。本店逆上がり倒立から開脚の背面飛び越し、前方の開脚の宙返り、いわゆるイエーガーです。本店逆上がり倒立です。最後は前方の2回宙返りから、はい、2分の1ひねりなんですね、はい。彼女独特の技だと思います、はいはい。あ、その技が今出てきますね、はい。あ、これですね、前方の、はい、2回ひねりで2分の1ひねってますね。なるほど、はい。逆手の前方回転っていうのは非常に難しいんですけど、それからまた前方の宙返りをやってますのでね、はいはい、非常に難しい技ですね、はい。その口選手でありますが、昨日は 9.85 という高い得点を出しております。その得点は今回持ち点となっておりません。10演技の一発勝負、現在のところ 9.975 というシリバシ選手の得点が最高でありますが、そこまで迫りますかどうかというところです。この口選手の得点もちょっと注目してみたいと思います。ユリア口、まだ14歳です。得点が出ました。 9.95 であります。そして段違い平行棒とも優勝を飾っておりまして、これが3種目目、最近では例を見ない、あるいはパーフェクト優勝という、そういう可能性も出てまいりました。ただしこの種目で口選手は 9.90 をマークしております。ソビエトの口選手が 9.90 をマークしておりますので、9.95 あるいは10点満点と3種目目にかかります。シリバシュ選手であります。今年のソウルオリンピックの個人総合2位、この平均台ももちろん金メダルであります。しかし加藤さん、最近ではですね、はい、完全優勝というのはちょっと国際大会では例がないでしょう。そうですね、難しいですからね、はい。彼女でも安定してますから分かりませんですよ。そうですね、はい。しかし今の前方宙返りなんてピタッと止まりますもんね、はい、微動だにしませんからね、後転飛びから後方の宙返り、はい、これも本当に微動だにいたします、はい。素晴らしいですね、高さもありますし、以前はシリバス選手は技だけの選手だったんですけれども、はい、ここ2、3年非常にいい動きをしてきてるんですね。まあ、早くからこの人は国際大会に出場してますが、はい、強くなってきたのは最近ですものね。はい、そうですね、技だけの選手であまり強くならないんじゃないかと思ってましたけれども、はい、動きの面でも相当訓練されてるなっていうのがよくわかりますね。どうですか、ここまでミスありますか。ございません。ここちょっとぐらっきましたね。すで、はい、にこれが8人目の演技者でありまして、口選手が 9.90 をマークしておりますので、この 9.90 が一つの目安になります。後転跳び2回から最後抱え込み2回宙返り、最後は難しい種目なんですよ、はい。
やっと止めましたね。さあどういうことになりますか。このシリバス選手の一つ得点を注目してみたいと思いますが、ここまで吉選手が 9.90、 それから東ドイツのウィルケンロー選手が 9.80、 ソビエトのライバルのボギンスカヤも 9.80 です。まあ 9.どうですか。 9.9 は出ると思いますけれども、はい、あ、そうですか。最後の技がですね、はい、連続技ですね。後転跳びの2回連続からの後方宙返りですから、非常に難しい技ですから、はい、それをピタッと止めているという素晴らしさですね。さて3種目目も優勝するということになりますと、本当にもちろん中日カップ史上は初めてであります。手元にちょっと記録がございませんけれども、最近の国際大会では、パーフェクト優勝というのは極めて難しくなっておりますので、3種目目どうでしょう。9.95 と10点が出てますので、10点が出てますね、はいはい、間違いないですねこれは、はいはい。これはどうやら3種目目の平均台もシリバチ選手は優勝を飾ったようであります。10点満点を1人4審のうち1人出しておりました。 9.95 という数字も見えました。まもなく得点が出ます。やっぱり 9.95 が出ました。これで平均台も優勝であります。ご覧の通り 9.950 です。2桁まで得点が出ます。石里橋 9.95 最初の種目優勝、そしてソウルオリンピックのゴールドメダリストでありますボギンスカヤ選手が 9.937 で第2位になっておりますが、共に10点満点を出しておりますので、その10点満点の演技をご紹介したいと思います。2本飛びまして平均点です。まずボギンスカヤであります。ソウルオリンピックではこの最初シリバシの方ですか、はい、シリバシの方ですね。シリバシ選手のこれは2本目、いわゆる10点満点が出ました跳馬であります。2本飛んで平均です。10点満点いかがですか。どうぞ。場合ですね、踏み切りまして着手までの間にちょっと足が開いてますね、はい、これで見ますと縦から見てますので、うん、審判には見えなかったんだと思うんですけれどもね、はい、9.95 ぐらいで抑えてほしかったような気もしますね。なるほどね、はい。10点が出てドットと読みましたが、はい、でも素晴らしいですね、高さといい、はい、最後の締めといい。シリバシ選手は1本目が 9.900、 2本目が 10.00 で 9.950 でやりました。そしてライバルのボギンスカヤをご紹介いたします。1本目が 9.875 の後の2本目でした。これがソビエトのボギンスカヤであります。ソウルオリンピックの種目別のゴールドメダリストであります。同じ技です。461という表示が出ています。いかがですか。彼女の場合は素晴らしいですよ。最初から最後まで足がきちんと閉じてますし、はい、身長もありますのでね、高さといい、なんとも言えない素晴らしい演技だと思いますね。もう一度ご覧いただきたいと思います。さばきが本当にね、はい、大人の風化、とても15歳なんですよね、はい、この人見えませんね。見えませんね、はい、これが10点満点であります。さすがソウルオリンピックの種目別のチャンピオンなんですが、ご覧のようにボギンスカヤは 9.937 ということで優勝シリバシ、そしてボギンスカヤが第2位に終わりました跳馬でございました。ここまで男子の方では西川と池谷が会長でありますが、さあ床運動が始まりました。これはボデニチャロバ選手ですね、ブルガリアの選手であります。ボデニチャロバ選手の床運動が始まりました。最初の演技者であります。ブルガリアはご承知のように新体操でも大変に有名な国でありますが、ボデニチャロバもこの床運動は得意です。15歳、床運動は4位です。ソウルオリンピック打点ダンスの曲だそうであります。日本は初めて、大柄です。1m55cm あります。まあ3回ひねりですね、はい、きちんと決まってますね、はい、最後の種目に入りましての床運動であります。パス場内が華やかになります。最後は屈伸のダブルです。これが最後のシリーズになりました。ボデニ・チャロバ選手であります。
なんて言うんでしょうかね、ルーマニアの選手なんかに比べますと、はい、スピード感という感じはないんですが、さばき方がこう優雅といいますかね。そうですね、よく体が動いてます、はい、それで技もちゃんと入ってますからね、はい、今のは第2シリーズの3回ひねりの部分でありますが、そしてこれがおそらく最後のシリーズだと思います。ブルガリアのガルボロというところに住んでいるそうでありまして、1982年から体操を始めております。真のダブル高いですね、はいはい、ソウルオリンピックでも個人総合で12位に入り、床運動でも種目別4位に入っておりますデリアナ・ボデニチャロバ選手の床運動をご紹介いたしました。さあソビエトのイワノワ選手が出てきております。床運動をご紹介しておりますが、このイワノワ選手も14歳、88年のジュニアのヨーロッパ選手権の個人優勝者で、この床運動でも優勝しております。昨日は 9.90 という高い点を出しております。はい、彼女は素晴らしいですよ、はい、中技も最初の技も最後の技もシリーズで持ってきてますから、はいはい、よく見ていただきたいと思いますね。その素晴らしい演技をこれからご覧いただくことにいたします。スベトラナ・イワノワ選手は14歳です。風格がありまして、何か14歳とは思えませんけれども、はい、さあここから最初のシリーズに入っていくわけです。まるでゴンマリです。うわーすごい、伸身のドッペルからすぐ前方宙返りですね、はい、前方宙返りなんですね、非常に難しいことですね。伸身のドッペル一つでも難しいんですからね、はい、最初のシリーズは大成功、はい、回ひねりからですね、はい、やっぱり宙返り系でピタッと決めないですぐその次に演技があるというのが特徴ですね、はいはい、テンポ宙返りからのムーンサルトですからね、あ、はい、これも難しい技ですね、はい、これも決まりました。ここまでは極めて快調であります。岩野はおととい来日したばかりでありまして、日本での練習はほとんどしておりません。自力がありますソビエトチーム、種目別は一発勝負。さあ抱え込み2回宙返りからすぐ前方の宙返りという、調子がいいですね、はい、素晴らしいですね。昨日よりも出来がいいように思いますけれども、はい、素晴らしいですね、飽きさせませんね、はい、演技自体が、もう次から次へと、先ほどのボデニチャロバ選手の得点は 9.875 であります。ちょっと得点の表示が遅れているようでありますが、今 9.875 と出ております。そしてこれは岩沼選手14歳の演技のスロービデオであります。これは最後のところですね。そうですね、こうやってスローと言いますと、足が開いているのが気になりますけどね、はい、ちょっと開きますけれどね、はい、前の選手が 9.875 ですからね、9.9 以上出るんじゃないでしょうかね。そうですか、 9.95 あたりが出るんじゃないですか。あ、10点も出てます。10点も出てますね、はい、10点ですね、はい、10点が出ました。セルナでオリンピックありますからね、はい、いやルーマニアの選手のアップの前ですね、うん、はいはい、シリバチ選手が出てきましたね、はい、そうですね、はい、じゃあ見ましょう、はい、そうですね、そのシリバチ選手の一つ演技をご覧いただきます。現在岩沼選手が10点満点を出しております。10点への挑戦で果たしてパーフェクト優勝なるかという興味もあります。はい、10点満点ということはとにかくノーミスでなければいけません。
じっとしてないんですよね。本当ですね、はい、非常にアップテンポなリズムに乗りまして床を舞います。ダニエラ・シリバシ最後も決めましたね。ソウルオリンピックの再現でやりますシリバシ選手であります。どうですか、10点出ますか。10点出るんじゃないでしょうかね、はい、ソビエトのイワノワ選手が10点満点を出しておりますが、もし10点出ますと4種目制覇、そして昨日個人総合優勝を飾っておりますのでパーフェクト優勝ということになります。ただしもう一人ボギンスカヤというですね、名手が控えておりますので分かりませんが、どうですか、出たかな、点数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 いきましょう、はい、10点出ました、はい、点数出ました、10点満点です。得点番いきましょう、10点満点が出ました。後ろ向いちゃいましたねこれがシリバシスマイルです、10点満点です。これで4種目制覇ということになります。パーフェクト優勝です。ソビエトのボギンスカヤ選手です。ここはボギンスカヤは今度10点狙っていかなきゃいけないわけですが、はい、そうですね、難しいですね。本当ですね、はい、またシリバシ選手とは違いました、大人のムードが漂いますこのボギンスカヤ選手でありますが、ただし年齢は15歳です。しかし人によってはこのボギンスカヤ選手の動きの方がいいなと思う方も大勢いらっしゃるでしょうね。そうですね、はい、ただ彼女の場合技がちょっと足りないんですね。あ、そうですか、はい、ですから10点はちょっと無理かもしれませんですね。なるほどね、はい、まあ、競技3で行われておりますので、はい、その分難度の高い技を入れなきゃいけないわけですからね、はい、10点満点、そしてシリバシュが10点満点、ともに10点満点を出しましてこのゆか運動優勝を飾っておりますが、シリバシュ選手は完全優勝、パーフェクト優勝ということになります。ご覧いただいておりますのはボギンスカヤ選手のスロービデオであります。まあ、動きはあれですね、本当に優雅という感じがしますが、はい、難度的にちょっと足りませんか。足りないっていうよりも、シルバス選手や岩沼選手と比べますとやはり技が落ちます ね、はい、なるほどね。1回半からシリーズで2回ひねり持ってきてるんですけど、最後は前中からのロンダの2回ひねりで終わってるんですね、うん、はいはい、ムーンサルトルで終わってる人と。なるほどね、はい、間もなくボギンスカヤ選手の点が出ると思いますが、おそらく10点満点は無理じゃないかと思います。植木アナウンサーが今どこにおりますか。ちょっとリポートがあるそうです。植木さん、はい、まあ、お見事10点満点のシリバス選手なんですがね、何しろルーマニアのコーチのゴリアクさんも精神力の強さに驚いてるんですよね。その精神力コントロールの仕方が非常にうまいと、まあ、今日は跳馬にしましてもね、10点出ましたね。10点出ましたね。10点出ましたか、はい、でそのシリバス選手なんですが、今日は跳馬でまずボギンスカヤ選手に先行された、はい、しかし10点を出し返した、しかも今もですね、岩野選手が10点を出した後10点を出し返した、まあ、この辺の集中力の良さ、はい、本当にこの辺に感心してますね。あ、そうですか。それからですね、シリバス選手、それからドブレ選手、ルーマニアの2人っていうのは非常にロックが大好きなんですよ、はい、それでよく試合前のウォーミングアップでロックミュージックに合わせてディスコダンス楽しそうに踊るんですよね、10分ぐらい、はい、まあ、こういったところからのコミカルな動きっていうのが出てきてるんじゃないでしょうかね。なるほどね、はい、はい、という植木アナウンサーのリポートで、あるいは10点満点無理じゃないかなんて悪いこと言っちゃいましたけど、はい、すいません、いや私もすいませんでした、はい、見事にボギンスカヤ選手も10点満点で、これで優勝は床運動は3人ということになるわけであります。ボギンスカヤ選手もやっと一種目取りました。そうですね、よかったですよね、はい、ある意味でね、はい、
さあいよいよ残すは鉄棒だけということになってきたわけですが、今あの植木アナウンサーからね、加藤さんリポートがありましたけどね、はいはい、あのルーマニアの選手というのは試合前にですね、はい、あのこれは練習中ですけどもジャズダンスやるんですよね。はい、そうですね、あの3曲も踊るんですよ、違う演技を、はいはい、それであの筋力をつけて